はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいもうすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、池江璃花子さんの回復についてちょっと嬉しすぎてちょっと喋ります。池江さんはね、1週間前のインスタグラムで、こんな投稿をしてくれてましたね。昨日ディズニーランドに行きました。ずっと行きたかったので大満足の一日でした、ね、シンデレラ城をバックにね、素敵な笑顔でしたね。今の現状では元気なんですよ、池江さん。嬉しいですね。それはそうと、これからお話しするのは僕の憶測なんですけども、僕の感じたことを話しますので、別にそう真実ではございませんのでね、でも嬉しいことをお話ししますので、気持ちの上で皆さんも共感してもらえたらなと思って嬉しいです。きっと池江さんは化学療法といいますか、抗がん剤治療で寛解の領域に、なったんだと思います。僕も最初に行った病院では言われたんです、こう言われたんですよ、白血病といっても抗がん剤治療で悪い細胞がなくなったら1ヶ月半ぐらいで退院できるケースもありますし、この前やったら高校生の野球部の男の子がね、白血病になってショックを受けてたけど、その子も1ヶ月半で退院してすぐに部活に戻って野球を続けてますからね、と言われて安心してたんですけども、僕の場合はそうはいきませんでしたけどね。若さなんでしょうかね。でも池江さんの場合もひょっとしたらこのようなねケースやったんではないのでしょうかね、はい、ここまでが池江さんの病気の状態の僕の憶測でございます。ここまでが憶測なんでね。どんな場合であっても、白血病なので抗がん剤はやってると思うんですが、やってるはずなんですよ。以前の入院中のね写真では、その池江さんのインスタグラムでは髪の毛が抜けて、ニット帽をかぶっていましたけど、先日のインスタグラムのディズニーの写真では、髪の毛があって、よく馴染んでてすごい可愛かったですよね。よく似合ってましたし、でもね、そしてね、何よりも僕が嬉しかったのがですね、池江さんが履いてた靴なんですけどね、アディダスの靴なんですけどね、僕も同じの持ってるんですよ。なんか嬉しいですね。有名人と一緒のね、人の靴と一緒やったらなんかイエーイって感じしますするんですけども、またAmazon リンク貼っときますんで、よかったら見てみてください。ほんでその抗がん剤ですよ、抗がん剤治療をし始めてね、およそ1週間ぐらい経ってから徐々に血液細胞の、白血球、赤血球、血小板がね破壊されていって副作用が出てきます。で副作用で悩まされる期間がおよそ3週間、3週間の間に悩まされるんですけども、そしてその3週間が終わる頃というんですね、4週間目に突入したぐらいの頃に、ようやく髪の毛が抜け始めてきます。大体そんな感じですね。しかもまばらにね。この姿は男でも女性であっても、もちろん辛いと思います。でも僕は美容師なので、このような医療行為における脱毛というのは、十分に知識があったので、すぐに受け入れれました。まばらに抜けてもね、特に気にはしなかったですね。こういうもんでしょうみたいな感じで。髪の毛に関してっていうのはそんな感じでしたね。また話はそれましたけども、もし僕の憶測が少しでも近かったらですよ、きっと徐々に密かにトレーニングをし始めていらっしゃるかもしれないですね、池江さんね。
まあ、世界戦に向けて、まあ、ひょっとしたら東京オリンピックに向けて、まあ、どのように、ね、選考されるかわからないですけども、まあ、何かしらの形でね、僕たち国民にですよ、希望を与えてくれるのだと信じております。はい、まあ、このようにね、感じれるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらってるおかげで、行かせてもらってるからだと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいのかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。はい、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネル、やっすーの動画が届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。